プラットフォーム旧駅舎旧駅舎の左側に、現在の駅入り口がある駅前の飛行機は、航空自衛隊に所属していた T-33 練習機立原駅は、福岡県朝倉郡筑前町高田にある、天城鉄道天城線の駅。当駅は、三井郡立原町ではなく、朝倉郡筑前町に位置する。また、近接の町名は、大刀洗町であり、駅名の ふとし刀洗いと表記が異なる。立ち洗いのゆえんは、文奈十七年、金永新納、菊池武光と、小により久との筑後大穂原での決戦で、傷ついた菊池武光が、刀についた血のりを皮で洗ったことから、この名がついたと言われる。1966年、立ち洗い飛行場後に、キリンビール、福岡工場が開設され、 同時に工場への原料搬入及び工場からの製品出荷のため当たり駅と工場を結ぶ専用線が付設された。この貨物輸送のため当たり駅では1984年2月1日ダイヤ改正以降もしばらく貨物扱いを継続していたが、同年9月19日に貨物扱い専用線とも廃止となった。島式ホーム1面2線を有する地上駅。無人駅であり、 ホームへは、校内踏切を介して出入りする。戦前には、急に本陸軍の立ち洗い飛行場があり、多くの側線や地下通路が、駅構内に存在した。出入り口に、スロープはないため車椅子で利用する場合は、解除が必要である。天城鉄道は単線なので、立ち洗い駅は、上り列車と下り列車の利号する場所の一つとなっている。 第3セクター化された際は、交換設備はなかったが、2003年に復活した。筑前町の南端部に位置する。駅のすぐ南側を国道500号が通り、その約 2km 南側を大分自動車道が通る。駅前ロータリーに天城観光バスが乗り入れる。立ち洗い飛行場と人々の生活。筑前町立立ち洗い平和記念館。 2018年4月24日閲覧。鉄道ジャーナル第21巻第10号。鉄道ジャーナル社。1987年8月。98から101ページ。ありがとうございます。